文法は間違ってもいいですね。はい、じゃあ、何を利用しますか。そうそうそう、いいですね。インフォメーションギャップを利用しますね。はい、目的はコミュニケーション。形より内容はいい、言ったけど意味でもいいです。内容でもいいですね。どうしてもいいです。はい、文法は間違ってもいいです。まあ、間違わない方がもちろんいいですけど、間違ってもあんまり直さない、作るには直さない。で、そのインフォメーションギャップを利用しますよ。はい、じゃあ、基本練習にもいろんな種類がありましたね。応用練習にも同じようにいろいろな種類があります。それについてこれからちょっと説明しましょう。タスク練習っていうのは基本練習でもやるんですけど、と思ったら、タスク練習っていうのは、ちょっとね、じゃあ、グループを見せましょう。本当ね、プリントして渡したかったんですが、すみません、入れるのを忘れてしまいました。タスクシートっていうのは何かを書き込む、そういう紙です。で、例えば、例えばね、ちょっと見えないかな。これって何か分かりますか？ここにあるの。これね、日本の新聞に必ずあります。必ずある。日本の新聞の一番最後のページにあるテレビの、表なんですね。で、ここに何時っていう時間が書いてあります。で、テレビのチャンネルがこういうふうにありますね。例えば、ここのところは夕方 6時に4チャンネルでやってるものがここに書いてあります。ここは6時に8チャンネルで、あるものが書いてありますね。で、一人の人がこれを見て、これもね、二人でやることが多いです。一人の人がこれを見て、もう一人の人が、こちらの質問の紙を持っています。で、この質問の紙、例えば質問は何時から何時まで、ニュース何時から何時までという、この時間がわからないですね。わからない。で、ですから、さっきのこの紙を持っている人に質問します。質問は何時から何時までですかというふうに質問すると、この紙を持っている人はここを見てね、相撲は3時から6時までですというふうに答えます。で、そして答えたら、ここのところに相撲3時から6時までと書きます。3時、6時というふうに書くんですね。で、こういうものが、タスク練習というものですね。でね、そのインフォメーションギャップって今言いましたけど、今言ってますね。前にインフォメーションギャップって言いましたけど、今のもね、このタスクシートを持っている人は、テレビの表は見てはいけないんです。この紙を持っている人は、これだけ見るのね。こっちの紙を見てはいけないんです。つまり知らない。何時にどんな番組があるか分かりません。この紙を持っている人ね。分からないことを質問しています。そして、この紙を持っている人は自分の知っていること、自分の知っていることを、そのことを知らない人に教えてあげていますね。それがインフォメーションギャップをなくす、ギャップを埋めるっていう言い方もしますけど、そのインフォメーションギャップをなくすね、そういう練習はこういうことなんです。こちらの人には情報があるけど、こちらの人には情報がありません。これがインフォメーションギャップですね。あとね、よく聞
ば、毎日の聞き取りっていうのがありますけど、こうやって使ってますか？あまり使ってない。あ、そうですか。それは毎日の聞き取りっていうのは、そのテープを聞いて、そこに書いてあるあの質問とか、あ、じゃあいや、タスクシートに質問が書いてあります。紙に質問が書いてあって、その答えはテープを聞けば分かる。で、それで分かったらその答えを書く。そういう練習もタスクシートです。まあ、まあ、タスク練習って言いますね。あと、例えば、もっと大きな、大規模タスクってありますけど、まあ、例えばね、あの壁新聞っていうのを作るとか、でそれをあのあのみんなに見てもらう。日本あの例えば、その7についてね、何か新聞を日本語で作って、でそれをあの日本人の人に読んでもらう。配って読んでもらう、ね。でそういう時は、例えば、まず読んでもらう人にあの、こういうものを作りましたから読んでくださいとかね、連絡しますよね。でそれから、その内容についても、どういうことに興味がありますかって質問したりします。そういう時に日本人とたくさんコミュニケーションしますね。でそしてこういう目的を、目的に成功することができます。それがプロジェクトワークです。もう一つは、例えば、その日本語祭りっていうのを、あのダナンでも来年またやりますよね。ああ、そうです。今年は冬でやって、来年はダナンで日本語祭りでやりますよね。で、その時に、あのダナンの、日本の会社の人に来てもらいますよね。お客さんで来てもらったりします。でその時にも日本語で、説明したりしますよね。で、まあ、終わったら、来てくれてありがとうございましたってお礼の手紙を出したりします。でそういうふうに日本語を使います。あの日本語祭りを開くっていうこういう大きな仕事のためにたくさん日本語を使ったりします。でこういうのがその大規模タスク の, あの、まあ、タスク練習というふうに言われていますね。はい、あとね、ペアワークっていうのもあります。でペアワークっていうのは、実はあの基本練習でもやることがちょっとあります。あんまりない、あの本当は応用練習で使うことが多いですけど、基本練習でやるときもあります。まあ、どういうことかっていうと、要するに2人で練習するときね。2人で練習するのはみんなペアワークと言います。でね、あのこれは練習の量がとても多くなりますね。なんでかというと、みんなが一斉にやるんです。同時に一緒にやります。で、あのね、例えば順番でね、まずその、そこの2人やってくださいって言ってみんなが聞いて、はい、そうですねって言って、じゃあその次、その2人やってくださいってみんなが聞くのは、あまり、基本練習の時はいいですけど、応用練習の時はあまりよくありません。応用練習の時はもっとたくさんみんなで一緒にやる。この2人がやってる時はこっちの2人もこっちの2人もこっちの2人も後ろの2人もみんな一緒に練習するんですね。そうすると、まずねみんなが話をしていますから、先生はね全員を聞くことができません。だから正しく話しているかどうかはわからないんです。このペアワーク、みんながペアワークやってるんですね。でも応用練習の時はそれでいいんですね。基本練習の時はちゃんと正しく言っているかを聞かなければいけませんから、まあ、まずこの2人、はい。